ローランド JC-120JC-120 は、ローランドが製造、販売を行っているギター用アンプである。出力は1 2 0トモデル名の JC は、ジャズコーラスの当時後、愛称は、ジャズコ。1975年の発売開始から、細かなマイナーチェンジを繰り返しつつも、基本的なデザインは、初期から現在に至るまで同じである。 ジャズの本来の意味である何でもありなサウンドを奏でられることからこの名がついた。ギターアンプではあるが、ボーカル、キーボードにも効果的に利用可能である。このトランジスタアンプは非常にクリアなサウンド、みずみずしいコーラスエフェクト、音質、エフェクトの質の高さ、外部エフェクターを使用した場合の係りが良いことでも知られ、ジャンルを問わず多くのバンドに使用されている。 しかしながら、オーディオを意識して設計されたアンプであるため、マーシャルをはじめとする、真空管アンプと比べると非常に音が硬いことから、このアンプを好まないギタリストが多いのも事実である。一方で、クリーンサウンドは、真空管アンプの追随を許さない絶対的な透明感があるため、真空管アンプと同時使用するプロギタリストも多い。内蔵されているステレオコーラスは、 非常に評価が高く、ボスの CE-1 として、単体で発売されたほどである。CE-1 は、現在生産終了となっており、プレミアム価格がついている。有名な使用例として、スラッシュメタルバンド、メタリカのジェームズ・ヘッドフィールドが1991年の曲、エンター・サンドマンのイントロレコーディングに使用したことが挙げられる。年以降、 ヘッドフィールドはこのアンプをクリアトーン用のアンプとして主に使用している。また、ザ・キュアーのリーダー、ロバート・スミスが1980年のアルバムで使用したことをコプロデューサーのマイク・ヘッジが明らかにしている。日本の音楽スタジオでは必ずと言っていいほど常備されているギターアンプで JC-120 を使いこなせればどこに行っても同じ音が出せると言われるほどである。 そのゆえんは、汎用性に加えて、非常に高い耐久性にあり、真空管アンプとは異なり、よほど酷使された状態でもほぼ同じ音が出せ、維持費が抑えられる。さらに、真空管アンプよりも、格段に安価である。故障も少なく、スタジオライブハウスなどの一年を通して、使用率が高い環境にも耐えられるとのことで、スタジオ関係者と利用者双方から重宝されている。 ありがとうございます。